おっさんずラブ見てます？おっさんずラブって何ですか？知らない説。なにこれは何？アニメ？いや、ドラマ。ドラマ？これ巷でめちゃめちゃ有名なのよ、翔太。嘘、やばい。ちょっと流行りに乗り遅れてるってこと？なんか全世界のトレンドで1位を取ったの。やっべ。やばくない？ワールド。うわ。へえ、これどんなお話なの？スタッフも見てるんだって。見てない人逆に、あ、知らない人は逆にいないんじゃない？見てなくても。ね、知ってる、ほら、やっぱみんな知ってるって。おじさんが、まあ、おっさんずって書いてあるから何人かいて、そうだね。おっさんたちのこう恋物語。あ、そう。合ってる？ジャスト。ただ対象者が女性ではなく男性なんです。あ、じゃあもう BL みたいな感じだ。そう。なんだけど、すごくやらしくなくて、なんていうのかな、そのなんだろう、すごく悲観的でもなく、やらしくもなく、さっぱりしてるというか、このザ・コメディって感じ。おっさんっていうのは、出てくるおっさんたちは、おっさんは一人なんだけどね。あ、いいですね。そう。なるほど。でも、おっさんを取り巻く人たちってことだよね、多分ね。ああ、そのおっさんは、主人公は田中圭さんが演じてる。田中圭さんなんだ。ハルタンって言うんだけど。ハルタン。やばい、なんかタンの後に音符がつきそうな感じですね。そう、ハルタンって言うんですけど、そのハルタンにおっさん役の吉田鋼太郎さんが演じる部長っていう役がポジションの人がいるんですけど、その部長がハルタンに恋をして、ただでも部長は奥様がいらっしゃるの。へえ。でもハルタンへの恋のアクセルを止めることができなかったの。で、のめり込んじゃって、そうで離婚をします。だから僕と付き合ってくださいってなって、そうで、でもあ、待って、僕見るわ、このドラマ。見るから言わないで。でもみんなも、これ聞いてるみんなももしかしたら見てると思う。女性陣も結構知ってるよね、多分。知ってるし、割とみんな見てる。なんだろう、でもトレンドほんとすごかったんだって。マジか。ね、ちょっとショックだな、見てないの。吉田鋼太郎さんが演じる部長が、そのハルタンを好きを表す時とかに、なんかライバルの男の子がいるんだけど、その男の子が「じゃあハルタさんのダメなところ10個言えますか？」みたいなことをくだりで言ってて、吉田鋼太郎さんが「かわいい、かわいすぎる」みたいな。演技がそういう感じなのね。そう。なんかね、本当に見てほしい。これはね、吉田鋼太郎さんがやってるのがめちゃめちゃ面白いの。やっぱその演技が面白いんだね。めちゃめちゃ面白い。へえ。ちなみに葵くんの好きなドラマはS クラス。S クラス？あ、ファーストクラスだ。だいぶ違うじゃん。だいぶ違う。ファーストクラスってありましたね。木村佳乃さんとかね。変わっちゃったんだね。そう。あとはなんだっけね、タイトル忘れちゃったんですけど、エステのだいぶ前に神田うのさんとか、あと小池栄子さんとかかなが出てたエステティシャンのドラマなんですけど、結構前じゃない？結構前。あとドールハウスっていう、なんかね、足立由美さんとか、表向きはクラブなんだけど、裏ではすごいなんかこう探偵みたいな。なんか見てるものがすごいね。いいとこつくね。そう、あと5とか。5。これもちょっとお金なの、ちょっとね、年齢感出ちゃうのはあれなんだけど、今ちょっとそう、遠藤久美子さんとか、篠原ともえさんとかが出てた、女性の囚人たちが脱走して、で、なんかこう、それも足立由美さん出てない？それは足立由美さん出てた。あ、それは違うか。それ最近のやつか。あとは知念さんとかね。はい、知念里奈さんとか出てましたけれども。そういうのは、ほぼなんか女性の方がいっぱい出てくるやつが好きですね、俺ね。女性の争いとかが好き？いいかもしれない。いいかもしれない。見にくい感じのね。ドロドロした感じのやつね。すごい大好きです。そういうの。うわ、わかるわかる。家なき子とかいいよね。いや、いいよね。